えー、これで、ね、僕も正直、えー、気になっていたんですけど多分もう皆さんも寝てしまった方も多分多いかなと思うんですけどちょっと、えー、お話ししていきたいなと思います、まあ、今回はアンケート的な感じのまたお話というかになるかなと思うんですけどえー、っとまあ夜夜、えー、さんはじめましてありがとうございますどこにコメントを入れたら あのいいかわからなかったんでおにいさせていただきました。私は羽生さんを応援しています。え小松君も普通に応援しています。うん。しかしやはりファン同士はあまり仲が良くないので、えー、良くないようなので取り扱うときはサムネをやっかけた方がいい気がしますと。 いうことなんですよね、うん、でこれについて一応、まあ、僕の意見としては、えー、まあサムネイルについてはね、えー、と分けるときと分けない時でちょっときで皆様の様子っていうのを見てきまして、えー、まあ実は試行錯誤中で考え中だったりするんですよ結構難しい問題になっていて実はあのこのコメントですね本当あのかなり僕ずっと悩んでました、うん あのあこのことずっと悩んでてど、どうしようかなってね。うんまあ、僕の個人的なその意見としては、まあ、羽生君も宇野君もどっちもやっぱり好きというかありますので、まあ、本当はどちらも見てほしいという感じだったと思うんですけど、ただやっぱ明らかに羽生君だけ、宇野君だけの方が、まあ、コメントがしやすかったりね、動画が見やすかったりする方もいたりすると思うんですよ。でこの前のアイスショーなんかでも、そのやっぱりこう、 なんか好きな選手を応援しに行ったら、なんかあんまり好きじゃない選手が出てきたらね、ちょっともうそのアイスショーに行く気がなくなっちゃうみたいな感じもありましたので、そうやって YouTube でも似てるかなってちょっと思うんですよね。要は、羽生くんの話をしてたのに、急に他の選手が出てきたりとかちょって、ちょっとあんまいい気がしないみたいなこともやっぱあると思うんですよね。ただ僕の勝手な感じだと、僕の勝手な意見だと、 まあ全然どっちも出てきても楽しい感じ、むしろみんなが出てきた方が楽しい感じはするんですけどどうも。 そういうのはちょっとあんまり良くないっていう方もやっぱ、これ事実として実際いるんですよね。そう、だから結構、あの、それは考えてきてですね、まあサムネイルを分けたりとか、あるいは同じ動画1本の中にいろんな宇野くん、羽生くん、いろんな聖書を混ませたりとかっていうこともまあやってきたんですけど、まあどっちもやってきて、うーんとね、結局まだ答えが見つかんないっていう感じではあるんですよね。うん。 まあ、あの最終的にはね、なるようになっていくのかなというふうに思ってるんですが皆さんどうですかね、逆には、正直言って。うん。羽生君と小野君のサムネを分けた方が分かりやすいですかね。もしもそっちの方がいいよっていう方が、もし多かったら、そういうふうにしていこ,いこうかなというふうに思うんですよ。うん。なので、もしも、まあ、どっちでも一緒になっててもいいよっていう方も多分いると思うんで、まあ、その場合難しいかなと思うんですけど、まあ、今回は明らかに羽生君と野君が、あの、かなりこう、分かれて、 あの、いた方がいいっていう方が多かった場合は、そっちの方がいいのかなってちょっと思ったりもするんで、うん、まあ難しい感じですよね。非常に悩ましい問題ですが、ちょっと参考にしていきたいなっていうところなんですけど、ね、これどう,どうしようかなって僕ずっと結構悩んでるんですよね。うん。はい。なので、うん、まああの、一緒にね、羽生君と宇野君の動画が、 えっとまあ、お話がある時は、まあ、羽生くんのくんってどっちもね、えー、タイトルにあると思うんでタイトルっていうかそのサムネもそうですけどあると思うんですけど、まああのー、やっぱりそれもあんまり良くないっていうかねあんま好きじゃないっていう方もいるかもしれないんで、まあ、もしもそうだった場合は、まあ、羽生さんは羽生さんだけの コメントを取っていく。宇野んは宇野んだけどコメントを取っていく。まあ、他の選手についてはちょっとまあひとまとめにした可能性もあるんですけど、ちょっとそこら辺がまあ難しいかなっていうところはありますね。うんまあ、どうでしょうかね、皆さんね。これは、これについて。うん、はい。ちょっと,えとコメントをいただけると嬉しく思います。まあ、そ,れそれによっては、ちょっとまああの皆さんの意見、全部こうあの聞いて、すべてをこうなんだろう。 あのね、答えることはちょっと難しいかなと思うんですけど、まあ、参考にしていこうかなというふうに思いますので、えー、何か意見がある方はコメントしていただけると、えー、嬉しく思います、うん、結構なんか悩んでてね、うんまあ、確かに羽生君と野君のコメント分けた方がいいかなと、うん、動画分けた方がやっぱりいいかなっていう感じもしてきたんしてきているので、まあ、その あの最中でのコメントでしたんで余計にまあ後押しされたかなという感じを受けてるんですよね。はい、そう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 だからまああれなんですけどもあともう一つヨルルさんからコメントを頂い,いておりまして、えー、そちらを紹介していくんですけど、えー、もう一つ株生君にお願いがあります。 え2019年のワールドとグランプリファイナルの羽生さんの点数って適正なんでしょうかそう、これね、そうそうそう、そうこれ僕、こういうコメントをちょっといただきたかったという感じがあるんですよね。2019年の世界選手権とグランプリファイナルですよね。だから、つまり、えっと、この時結構揉めたやつだと思うんですよ。まあ、要は、あれですね、4回転ルッツをやった時かなと思うんですよね。2019年だよね、確か。あれ違うっけですよね。 うん、そうそうそう。だから、あれ、オリジンだと思うんですけどね。確か。うん。ですよね。そうそうそう。これは、姉さんと激,激闘したやつなんですけど、ちょっとこれ、あの、明日ね、せっかくなんで見ていこうかなと思います。えー、時間があるときに解説していただけると嬉しいです。えー、負けるのは仕方ないにしてもフ、フリーで点差がかなり開きました。えー、素人髪でも、あの点差は理解できないんです。えー、時間のあるときによろしくお願いします。えー、サムネでわかるようにしてください。 君の平等に選手をを見ててくれる意味を信じています、えー、ちなみに、1年半くらい前から、株君くてテレビあ、ありがとうございます。見ていました。ということで、株君の解説はとても勉強になります、えー。これからも頑張ってくださいね。ということで、ありがとうございます。うん。ということなんで、一応、美和様からですね、えー、宇野昌磨君の月光をお願いしますと、えー、先に来てますので、まあ、あの、宇野君の月光を明日ちょっと見てきつつ、その後にね、うん、あの、羽生君の、えっと、2019年のワールドと、グランプ ファイナルの点数をちょっとと見ていいいきたいと思いますあと、点差かなり開きまくってるっていう意見がいただいてますので、た、まあ、多分これ、ネイサン・チェンとの点差だと,だと思うんですよ。なので、ネイサン・チェンのプロトコル表も確認していきつつ、まあ、ちょっと僕もまだ実は見てないんで、あのまあ、演技は、ね、見たことありますけど、プロトコル表はちゃんと見てないんで、まあ、それを見つつですね、明日解説していきたいと思います。た、まあ、多分明日はあの結構長編動画になってしまうかなと思いますけども、えー、それを、ね、やっていきますので。 のでよろししくお願いしますあとはサムネの件ね、これがちょっとまあ難しいんですけど、まぶ、あ、ん分,分けた方が僕もいいかなと、ちょっと、うん、73で思ってるんですよね、ぶっちゃけ言うと。うん、なので、まぶ、あ、ん分,分けようかなと思うんですけどもね、まあ、どうしましょうかっていうところなので、えー、それも合わせてコメントいただけると嬉しく思います。はい、えー、それでは夜中に失礼しました。おやすみなさい。バイバイです。